道江春友、パブリーズ CM 引き継ぎで、平野仕様の後継者的ポジションに、今日はエンターテイメント界における注目の話題についてお伝えします。日本のアイドルグループ、なにわ男子のメンバーである道江春優が、P&G ジャパンのエアケアブランド、パブリーズの新 CM に出演することが発表されました。 この新しい CM が何わ男子の道へにとって新たなステップとなり、平野市用の後継者的ポジションを担う可能性が浮上しています。新 CM 派25日に情報番組などで先行公開され、道へは北斗省佐々木健介が演じる夫婦宅のハウスキーパー役で出演しましたた。この役柄やだけじゃないんです。 という決め台詞は前任の平野仕様から引き継いでいるものでファンからの期待が高まっています。道枝ファンからは歓喜の声が上がっており、新 CM シシおめでとう。ハウスキーパー道枝くんキラキラの笑顔で可愛いとのコメントが寄せられました。しかし一部の平野ファンからは複雑な反応も聞かれます。それは平野の続投を期待していた人々が言ったためです。 平野バージョンの CM は昨年7月からオンエアが始まり、ジャニーズ退場後も放映が続いていました。しかし、今年7月に平野が滝沢秀明氏の新事務所、飛べへの合流を発表したことで、一部では、飛べ入りした平野と再契約したのでは、との憶測が飛び交っていました。P&G は外資系企業であるため、ジャニーズへの忖度がない。 とされており、再契約説が持ち上がる要因となりました。しかし、平野の CM 二24日までにメーカーの公式 YouTube チャンネルから削除され、新たに道への起用が発表されたことを踏まえると、契約は終了したと見ていいでしょう。道へは今年の日本テレビ系チャリティ特番、24時間テレビ、うちのスペシャルドラマ、虹色のチョークで主演を務め、 平野もまた2021年の24時間テレビのスペシャルドラマで主演を務めています。これに続いてパブリンズの CM も引き継いだ形となったことからジャニーズ事務所が平野仕様の後継者的ポジションに位置づけているのではとの見方も浮上しています。一方、スノーマンのメグロハスも同じく平野の後継者候補と目されています。昨年、 平野は後生の敏感肌ケアキャンペーンの CM に出演していましたが、今年の同キャンペーンではメグロが起用されました。俳優として映画やドラマで成功を収めており、平野と重なる部分があるためです。 ジャニーズとしては、ソロでも CM 人気が高かった平野の抜けた穴を埋める必要があり、現在の若手の二大エースとも言える道へと、目黒に白羽の矢が立ったのは理解できます。しかし、平野ファンにすれば、露骨な後釜作り、とも映るため、反発の声が少なからずあるようです。ただし、平野は近いうちに本格的に芸能活動を再開させると見られ、 広告業界が彼を放っておくはずがないでしょう。遠くないうちに、ジャニーズ時代と同様に CM で活躍するかもしれません。ジャニーズ内での平野からの CM 引き継ぎは、事務所が誰をエースとして今後売り出していくのかという方針が透けて見えてきます。 道へは昨年公開された主演映画、今夜、世界からこの恋が消えても、が国内だけでなく韓国でも大ヒットとなっており、今年10月期には TBS の胸キュン枠で知られる火曜22時枠の新作連続ドラマ、マイセカンドアオハルで、主演ヒロセアリスの相手役を務めることも明らかになっています。 このことから、道へは今年後半にさらに勢いを増すことが期待されます。様々な問題を抱えるジャニーズを、道へと目黒が2枚看板として引っ張っていくことになるのか、今後に注目したいですね。ジャニーズの新たな展開に期待が高まるばかりです。